甲子園の常連校として21世紀の高校野球界を引っ張ってきた大阪桐蔭。甲子園のスター選手を生み出し、数多くのプロ野球選手を輩出しています。強豪校としてどのような訓練をし、どのような生活をしているのでしょうか。今回は大阪桐蔭の卒業生が明かした地獄エピソードを紹介していきます。大阪桐蔭の歴史。大阪桐蔭は大阪府大東市にある男女共学の私立高校で、スポーツに限らず学業にも力を入れている高校です。特に野球部は強豪校として全国に名を馳せ、甲子園には春夏合わせて24回出場、そのうち9回優勝を成し遂げています。数々の記録を打ち立てた大阪桐蔭は、創設4年目の1991年に史上最速で夏の甲子園大会で優勝を果たします。さらに2012年と2018年には春夏連覇を果たした大阪桐蔭。2度の春夏連覇は史上初の快挙です。大阪桐蔭は1988年に設立した歴史の浅い高校ですが、どのようにして圧倒的な強さを誇る強豪となったのでしょうか。大阪桐蔭を監督として率いる名将西谷浩一氏はその秘密を明かしています。 OB は1回でも多くグラウンドに帰ってきてくれ。もし20人が5回ずつ帰ってきてくれたら100回、それだけ後輩に伝えられることができる。西谷監督は OB がグラウンドに顔を出して指導できる環境を整えたのでした。現役のプロ野球選手は高校生に直接指導はできませんが、後輩たちは練習を見るだけで勉強になります。一方、大学や社会人野球で活躍する OB たちは直接指導が可能で一緒に練習もできます。野球を学ぶ上で抜群の環境が整っている大阪桐蔭ですが、誰でも入部できるわけではありません。というのも、入部できる選手は西谷監督による直接スカウトがほとんどで、一般からの入部はごくわずか。まさに監督に認められた野球のエリートだけが入れる狭き門なのです。こうして入部した野球部員たちは普段どんな寮生活をしているのでしょうか。地獄のトレーニング。大阪桐蔭野球部には地獄のトレーニングと呼ばれる練習メニューがいくつかあります。まず一つ目の地獄のトレーニングは、多くの OB が口を揃えて辛かったと語る伝統の山ランです。大阪桐蔭のグラウンドは学校から約 3.5 キロ離れた生駒山の頂上にあり、車で行くにも対向車とすれ違いもできないような狭い山道を通らないといけません。このグラウンドまでの距離と山道が地獄の原因なのです。山を登ってグラウンドに向かう際、2年生と3年生はバスで移動します。しかしバスに乗り切れない1年生は、車とは違う道を走ってグラウンドに向かいます。中日の平田良介選手、元巨人の辻内孝信選手が、フジテレビのジャンクスポーツに出演した際、この山ランについて触れたことがあります。平田選手が、メンバー入りしたので1ヶ月だけでした、と安堵の表情を見せたのに対し、辻内選手は思い出したくないと辛い表情で語っていました。平田選手は中学の時から有名だったため、スカウトで入部し、1年の夏からレギュラーとして活躍しています。辻内選手はセレクションを経て入部し、2年の秋からエースとして活躍しました。この山ランコースには4つの難所があり、それぞれ名前が付けられています。1箇所目は太もも殺しのロング坂。太ももが悲鳴を上げると言われる50メートルの急な坂道です。2箇所目は不安定な足場が膝にダメージを与える膝泣かせの参道。3箇所目は心臓破りの地獄階段と呼ばれる40段の階段です。基礎体力のない1年生を容赦なく追い詰める地獄の階段です。4箇所目は疲労困憊の体に最後の一撃を与える傾斜20度の急な坂。壁ではないかと思えるほどの上り坂についた名前が全身破壊の坂道。なんとも恐ろしいネーミングです。あまりの過酷さにジャンクスポーツ司会の浜ちゃんも驚きの表情を見せていました。入部してから夏までの期間は体力づくりの一環として、レギュラー以外の1年生は練習前に毎日この坂を登ります。さらにこの後6時間も練習を行うのです。そのおかげで新チームとなる頃には体力がつき、レギュラー争いに加わっていくことができるのです。2つ目の地獄のトレーニングは地獄のポール乾燥です。練習最後のメニューとしてポール乾燥が行われます。田畑良樹氏と2つ年上の山中司氏。2人の OB がこの練習の過酷さについて YouTube チャンネルで明かしています。
山中氏は2010年にレギュラーとして活躍。田畑氏は阪神の藤浪晋太郎選手と同期で、2012年4番として甲子園に出場。花巻東の大谷翔平選手からホームランを放つなど活躍を見せました。大阪桐蔭の部員の間ではボール乾燥のことをポーポーと呼び、外野フェンス沿いのダッシュを5本行い、コーチがタイムを計測します。今日はポーポーをやるのかやらないのか、ドキドキしながら指示を待つ部員たち。二人の OB はやる時の確定パターンがあると口を揃えて証言しました。山中氏は、コーチがストップウォッチを持ってきたらポーポー。ストレッチしといてって言われたら終わりだと思うじゃないですか。でも終わらないです。田畑氏も、ライト集合って言われたらポーポー確定と話していました。部員たちはこうしてポール乾燥のやる、やらないを見極めていたのでした。ポール乾燥では目標タイムを切らなければコーチにアゲインと言われ、もう一本追加されてしまうのですが、実はこの練習はそれ以外にも精神的に辛いことがあったと言います。ポール乾燥は学年関係なく、4つの班に分かれて行います。山中氏は砂や泥が後ろを走る先輩にかかるのが気になり、先輩の前を走るのはタブーだったと述べています。走るのが遅い先輩がいれば、先輩の前に出ないようスピードを調節しつつギリギリのタイムでゴール。肉体的にも精神的にも辛かったこの練習について、憂鬱でしかありませんと山中氏と田畑氏は嘆いていました。三つ目の地獄のトレーニングはグラウンドコートでの練習です。大阪桐蔭では5月末から6月末までの約1ヶ月間を追い込みシーズンとしています。めちゃめちゃしんどかった。そう語るのは2009年当時3年生でキャプテンを務めていた OB の中谷義成氏です。外の気温は30度近く、梅雨に向けてどんどん暑くなる時期ですが、信じられない服装で練習をするのです。長袖、ウィンドブレーカー、グラウンドコートを着用してバスに乗り込みグラウンドへ移動。体幹トレーニング後にグラウンドコートだけを脱いで、ポール間ダッシュを行い、その後に練習が始まります。中谷氏はこのトレーニングについて、めちゃくちゃしんどいです。実質サウナスーツです。体重が落ちてしまうのでご飯も多く食べないといけません。と、苦しかった当時を思い浮かべながら証言しました。このトレーニングは夏の大会に向けた試合の暑さ対策が目的なのですが、1ヶ月間、毎日のように続く信じられないような地獄の特訓。田畑氏もこのエピソードについて衝撃の事実を明かしています。真似をした高校が出てきたが、熱中症続出でやめたらしい。大阪桐蔭が飛躍したことで多くのメディアに取り上げられた練習メニューでしたが、とても真似できるトレーニングではなかったようです。4つ目の地獄のトレーニングは、地道なウェイトトレーニングです。バーベルのシャフトを座った状態で上げていき、休憩なしで1時間のトレーニングを行います。2011年にキャプテンを務めた OB の広畑実氏は、このトレーニングについて、腕がはち切れそうになる、地味な練習ほど苦しい、と語っています。手首は鍛えたとしても、腕に比べると少しずつしか成果が出てこないとのこと。そのため、トレーニングしても意味がないと感じ、メンタルが崩壊してしまう部員もいたそうです。全員泣きかけていた。広畑氏は当時を振り返り、そう語りました。ちなみにバッティング練習はこのトレーニングの後に行っていたとのこと。部員のメンタルの強さはこうして培われたのかもしれませんね。監獄の寮生活。大阪桐蔭の寮はグラウンドの近くにあります。藤浪晋太郎選手は寮生活の過酷さをあることに例え、こう話していました。刑務所に入っているみたいに感じた。世の中何が起こっているのかわからない。携帯の使用は禁止。練習を取材した記者によると、グラウンド周辺は電波が届かない場所とのこと。そして恋愛も禁止。テレビも食堂に1台しかなく、野球に専念せざるを得ない場所だったようです。監獄のような寮生活には、4つの大きな特徴がありました。まず1つ目はカメラでの監視。部屋から一歩出ると、いじめなどを防止するためにカメラで監視されるのでした。カメラがない場所は、お風呂、食堂、雨天練習場、トイレだけ。田畑氏は大人になった現在、思春期だった当時の心境をこう述べています。今考えれば親としては安心だけど、あの頃僕らは嫌だった。高校生の頃といえば、何かにつけ反抗したり、誰とも会話したくなかったり、触れられたくなかったりする時期です。
そんな時期に3年間も監視下に置かれるストレスは並大抵のものではありません。寮の特徴2つ目はコンビニ旅行です。外出が禁止されている部員たちですが、唯一の楽しみが寮長とのコンビニ旅行だといいます。寮長が月に1回ぐらいコンビニに連れて行ってくれるのですが、学年によって使える金額が決まっていました。1年生は500円、2年生は1000円、3年生は自由。まるで小学生の遠足のようです。ちなみに金額は時代によって違ったようです。辻内選手は楽しいはずのコンビニ旅行は悲惨だったと明かしています。先輩は食べたカップ麺を後輩に分けてくれるんですが、1年生の僕に回ってくるのは汁とネギだけでした。思春期で育ち盛りの男子ならば欲しいものもたくさんあるはずです。我慢を強いられる辛さがひしひしと伝わってきます。寮の特徴3つ目は親との面会です。寮生活の部員は親との面談は2ヶ月に1回だけで、親は面談日に子供からお願いされた歯ブラシやタオルなどを持っていくだけです。面会時間は2時間と少なく、時間に遅れると次の面会はできません。多くの親が焼肉やお寿司を食べに連れて行ってくれるそうですが、辻内選手の場合は面会時間が30分ほどだったと語っています。車で面会するんですが、コーチや監督に見つからないよう、スモークを貼ってもらってマクドナルドを思いっきり食べました。また田畑氏は贅沢を覚えてしまう怖さを語っていました。楽しみにしていたけど舌が慣れるのが怖かった。通常の生活に憧れてしまう。この日が来てほしいけど来てほしくない。もっと贅沢したくなるのを恐れて揺れる高校生の気持ちが何とも痛々しく思えてなりません。寮の特徴4つ目は食堂です。大阪桐蔭の過酷な練習を乗り切るためにはしっかり食事をとり体重を増やし筋肉をつけなければいけません。食事もトレーニングの一環なのです。朝食のみご飯の量が決められていて、500グラムか350グラムは絶対に食べないといけないルールがあります。もし食べられなければ頭を五輪に駆られてしまうそうです。田畑氏は朝食を草みたいだと表現し、信じがたい話を明かしています。鮭が硬すぎてプラスチックの箸が折れる。ほぐそうとしてもほぐせない。寮ではふりかけ、キムチ、調味料などの差し入れは受け取れません。いつも同じ味で飽きてしまい、焼肉をわざと冷やして冷しゃぶ気分で食べるなど食事面でも涙ぐましい努力をしていたのでした。食事は生きる上での大きな楽しみの一つなので、たまには好きなものを食べさせてあげたい気もしますが、これも上昇軍団として勝つためのトレーニングなのかもしれません。